今から岡谷先輩が来るんですけど、純粋にねドッキリしていきたいと思います。まあこんだけ風船があるということで、ここの風船に隠れて岡谷先輩が来たらうわっって出てくるっていう純粋なドッキリをしたいと思います。それではもうすぐ来ると思うので少々お待ちしましょう。昨日の動画がこちら。そしてチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。マジやべえ。ちょっと待って、あそこ行こう。いや、隠れちゃうやろうなと思ったけどさ、風船一つ5コンコロさ、アジャスター降り立っちゃったと思って油断してパソコンの画面消えちょっとアジャスターやなと思って油断してあれ、あそこ行こう。あー、きめっ。